皆さんご機嫌いかがでしょうか。製薬院会軟体造図の30回目です。今日は背中を見ていきましょう。まずここを拡大して読んでいきましょう。これは縦という漢字を崩したものです。次は割る、これは積、それから内です。これは見る。次は神、そして道、経という感じです。背中を縦に割って神経を見るという意味です。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。